こんにちは。こんにちは。マッスルグリートークです。全然わかんないから。ポパイ関根さんをお呼びしております。いや、はい、本当に。見てください、まずこの、ね、体のサイズの。本当ですよ。俺もね、中肉中背とはいえ、普通の人よりはでかいって言われるんですけど、うん、それでこの差だから。そうですね。マッスルグリル史上一番最大じゃないですか。いや、だから本当に、はい、もうほんと細い女の子の女性と俺の差があるとするじゃん、はい、それと同じぐらいの差があるからここにそうですね。そうですか、本当ですか。体重的にも筋量的にもそういうことです、まあ、体重は ね、 ね、顔が少しかった。 130? 絞って133です今。絞ってマックスの大会終わって2週間後に、はい、137まで減らない。137か8。うわすごい。しかもそれも睡眠がやれば測ったんですよ。睡眠外で、無呼吸症候群を毎月1回か検診で。あ、そうなんですか。前回の体重が118キロあったんですよ。減量中だったんで。118、はいはいはい、検診で、はい、で、ニューヨーク行って帰ってきて137じゃないですか、はい、謎の診断入りましたか、その後。こんな思いをしてるんですよ。いつも5分で終わるのにどうしてですかって言われて。そうそうそう、食いすぎましたすごい心配されて、睡眠外でめっちゃ長かったですよ、本当に。いや、今日なんかせっかくなんで、その、はい、ポパイ関根流のバルクアップフォーム、大丈夫かなこれ、はい、本当にもう結構あのすぐ始まってますけど、今散々トレーニングやって、で、多分ポパイさん知らない方もいると思うんですよ、うん、トレーニング、うん、結構マッスルグリルの人なんでトレーニングやらない方も多いんで、うんうんうん、はい、もうプロですからね。そうですね、ボディービル、ボディービル、プロビルプロです、プロですか、プロ、はい、プロ底辺ですけど、底辺大変ですから ね、まあ、ね、プロになるのも本当に、本当にそうですね、頑張りましたね、はい、うん、なので、うん、ポパイさんにそのトレーニングのことがバルクアップのことそうですね、はい、で、今、ポパイの年が今30です。30で、で、いつからトレーニング始めてる感じ。トレーニングはね、高校3年生の頭すぎぐらいかな、18ぐらいです。だから本当にバックボーンのスポーツは、バックボーン、野球が一番メインで、あとはちょこっとボクシング。ああ、うん、そうなんですか。本当ちょこっとボクシングはちょこっとで、野球の方がメインでしたね。うんうん、野球9年間か。埼玉で、ね。埼玉。あんま強くなかったです。埼玉出身なんですか。埼玉ですよ、本当に。いや本当に浅見さんより埼玉に強いですから。そうなんですね。埼玉どこですか。埼玉は、ね、松伏町っていう。松伏町知ってる人はね、はい、コメントなんですよ、もう。そういうレベルです。知ってます。いやだからどっちかっていうと、どっちの方だっけ、東の方です。東の方、あの越谷とか。そうだよね、越谷っていうのを聞いてたんですよ、はい、で共通の知り合いがいたりとかして、やっぱり埼玉であるあるで、うん、はい、うん、もうあざみさんだったらもう住んでる場所だから、もう多分ワンツーツーですよ。ワンツーツーですよね。自分川口に住んだことある。あ、ワンツーツーですよ。ワンツーツー、ワンツーツーですよ。ワンツーツーですよ。入れましょう、例えばここにワンツーツー。あと463と。ポパイは多分その、なんだろうな、そのボディービル愛が、はい、この前話したんだけど、ものすごく強いのよ。誰よりもボディービル詳しいというか、そのいろんな意味でね、トレーニングも選手も、はい、で意外と日本の選手好きなんだもんね。うん、好き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 ですよ。まあ、最初の憧れは、まあ、いろんな動画でも言ってますけど、もう鈴木正史さん、はい、結構通る道ですよね、僕らって、ね、本当に必ず一回教えてもらう、うん、あの人が最初、今でも日本一のボディービルダー誰って言われたら、僕は鈴木正史さんと答えるぐらい。あ、そうなんですね、うん、他にいろんな功績挙げてる人いますけど、はいはい、でもそんなもんですよね、結構、うん、それぐらいすごい人で、あの人は最強でしたか。最強、ほんと最強でしたよね。あの大宮のゴールドジムで、はい、あの僕は普通にトレーニングしてて、更衣室行ったら、もうパンツ一丁でこうズボンを履こうとしてる人がいて、はい、髪の甲羅みたいなつま顔して、で、はい、もうあのこうやってやると絞れてる人ってここにカット出るじゃないですか、走り、はい、そうハムとかに、はい、ハムにもう4本ぐらい線がバシッと入ってるんですよ。へえ、誰だこいつと思ったら、お、行くんですって、マサさん脱がないと分かんないけど、ほんと着てると結構気合せしてるんですよね、はいはいはい、で、ちょっと撫で方で、はい、脱ぐと半端ない、バシッて、本当にすごいですよ。筋肉じゃないところがないぐらい。あ、全身筋肉です。全身筋肉です。頭も悪いのかなと思ったら頭いいんですよね、頭いいですよね。ライン来るかもしれないです本当に頭はすごい言い方で、はい、すごい。マサシさんの話になっちゃうじゃん、これ。いやでもね、その歴史には必ず正志さんが入ってくる、はい、日本のボディービルディングかな、はい、もう、コルマ、田代、鈴木ですよ、ね、うん、はい、すいません、コルマさんになっちゃうとね、ね、コルマさん、危ないですから、ちょっと
2時間で収まんないかもしれない、はい、そうですね。あざみさんはどこでトレーニングしたんですか、もともと。でも本当に埼玉の市民体育館、あのはずだの市民体育館から始めて、うん、で山口豊さんとか、うんうん、あちょっと一緒にもういたんですか、そこに。同じ空間でやってました。本当ですか、うわすごいわ。それでボディービル初めてのコンテスト応援にいたんですよ、デビュー戦。山口さんの、そうそう、みんなで一緒に。あれどこでなんですか、埼玉、埼玉クラス別、いやクラス別でしたね確か、うん、埼玉クラス別か、うん、ぶっちぎり。いや2位だったんですよ。2位だったんですか、あの人が。1位の人マジヤバくて、山口さんが2位だったんですか。山口さんが2位だったんですよ。すごい人なんですよ、はい、もう、はい、陸上の A ですよね。そうですね、陸上の A、 本当に A が歩いてる。そう本当に。いや俺はもうね、スエさんよりスエさんだと思う。どっちがスエかわかんないですスエさんよりスエ。いや本当ですよね、うん、すごいんですよ、はい、もうウエストこんなんですよ、うん、ソフトクリームでしたね。結果じゃん、これは。結果より細いんじゃないですか。山口さんもすごいんですから。あの人何だったんですか。あの人はもう結構小学校中学校とか運動神経の逸話みたいなの持ってるんですよ、うん、地元が一緒ですはずだから、はい、だからそういうなんか縄跳びの記録持ってたりとか、元々何やってもすごい、何やってもすごい抜群だ運動神経、うん、まあ確かにそうだな、抜群だろうな、体は。だから最初からすごい人じゃんって俺の中では、うん、だからすごい人は最初からすごいなんですよ、うん、はい、どこ行ってもすごいと。そうだから努力とかもするけど、うん、最初からすごかったって感じ。結構そこの部分って大事ですよね、はい、大事、悔しいですけど、うん、ポパイさんはトレーニング始めて、うん、どこでゴールドで始められたんですか。最初は同じような感じで、あの越谷の市民体育館、はいはい、あの生き生き館っていうとこがあるんですよ。へえ、生き生き館、はい、もう俺が言うと下ネタにしか聞こえないですけど、カタカナ、カタカナじゃない、生き生き館、生き生き館、ドハマイじゃないですか。そこがすごいのが、やっぱ蓮田もそうかもしれないですけど、ダンベルがね50ぐらいもあるんですよ。すごいねそれは。そうだから全然生き生き館のイメージじゃない。そうそうそう、そうで、なんか、そうで、なんか結構マッチョな人も多くて、はい、そこで高校3年生の時やって始めて、で最初始め、仕事を始めたのもトレーナーなんですよ、高校卒業した次の日から。ああ、まあ、そうなんですか。そうで、それも生き生き感と同じ系列の、はい、あの元気感ってところで働いたんですよ。本当ですか。本当だって。あの正式名称は、はい、県民健康福祉村って言って、はい、そういう施設の中にあるジムがあるんですよ、はい、ああそうなんですね、うん、埼玉、埼玉です。越谷、越谷。そう。知ってる人いるかもしれないですね。そう、越谷とかで行ってる人だったらみんな知ってますよ。うんうん、そうそうそう。で、そこで 2,、はい、2、3年トレーナー始めてって感じで、で、そのまま年を重ねてって、はい、ネスタっていうパーソナル職を取ったりとか。あ、ネスタ、はい。そうそうそう。で、パーソナルで活動してとか、はい、そういう感じですね。そうなんですね。最初は越谷。そこがスタートで、そこからもう最初からもう本当トレーナーとトレーニー。そうそうそう、まあ、最初はもうにわかトレーナーですが、まあ、やっぱり知識もなかったですし、はいはい、でもなんか尺を持ってないのが、当時って YouTube とかないじゃないですか。そうですね。だからもうなんかよくみんな専門学校出た人がイコールトレーナーになる人多かったんですよ、はい、うん、だからみんな NSCA とか NESTA とか、はい、その2つですよね。そう持ってるんですよ、はい、で僕のところだけトレーナー欄の持ってるシャクランが空欄だったんですよ、はい、それが恥ずかしかったんですよ、ね、それでも頑張ってなんかお金払って、はい、でちゃんと勉強で取ったって感じですね。確かにあの時は資格合戦みたいなのがありました、ね、ありましたありましたありました。 AT 持ってるやつは、あそう、うん、もう噛み合ってる、そう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 、アスレチックトレーナー、そうなんですよ、はい、解剖学引けるかしてな、そう本当に悔しいですよ ねそう体は負けてないのにそう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 で19かなんかの時から最初のホールドジムがあれですよ、はい、柏のゴールドジム。柏と千葉の。はい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 。あ、なんだ、引っ越したの？あ、いや、あ、近いのか。そう、車で、やっぱ埼玉は車社会なんで、はい、一応ね、ラパン乗ってます、ラパン。ラパンって分かります。うさちゃん、うさちゃん。そう、ラパンもこれぐらいの車です。ちっちゃい。こんなちっちゃい車。でもさ、でかい人ってちっちゃい車乗るよ。そう、いや、金がなかったんですよ。金がなかった。めっちゃ、埼玉ってめっちゃ煽られるんですよ。あ、そうですか。ラパン乗ってるじゃないですか、はい、BB にめっちゃおられるんですよ出てきちゃうそう、めっちゃ、で出ていくとすごい BB こうやって気にされていいみたいにこうやってそう、吹けそれで柏のゴールドジムで1年ぐらいトレーニングして、はい、で、柏のゴールドジムよりも大宮とか埼玉スーパーアリーナのゴールドジムの方が設備がいいって知ったんですよ、うん、はい、それで、じゃ あのマスター会になろうと思って、あ、全国会、それで大宮とか埼玉スーパーアリーナのゴールドジムに行って、でさっき話したマサさんに出会うんですよ。あ、そっからだん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 ただ趣味でマイク体操みたいな体になりたい、はい、
ボクシングやってたんで、はい、それからちょっとボディービルやりたいなって21、22、23、24ってこう年を重ねていくわけですよね。そうだったんですね、うん、そうなんですよ。じゃあトレーナー歴で言ったらかなりのベテランですよね。もう12年ですわ、うん、一瞬なんか俺の知り合いと一緒にトレーナーやってた時もあったんですか。そう、浦和で、ね、浦和とか、うん、浦和大宮ですね、うんうん、ちょうど大阪から帰ってきたあたりですかね。1年ぐらいですかね。あ、1年ぐらいまでしたんだ、うん、1年ぐらいいたかな、うん、そうそう。でその後にレクサに紹介してもらって、そうそうそう、そっからそうですね、うん、青山に行って、うん、で竹本君と出会って、はい、であの子と出会ったことでちょっと分岐点になって、はい、まあ、JBBF で立って JBBF で立ってる理由っていうのが、まあ、正志さんの方に並びたかったんですよ。あ、はい、うん、ただもう引退をされるってなっちゃって、はい、引退して、まあ、怪我で、うん、それでちょっと、ま、迷ってて、どうしようかなと思ったら、竹本君が、まあ、なんか、関根さんは多分アメリカとかに出るような大会出た方がいいですよって話とかもろもろしてて、じゃあ、だったらそれにつながる、はい、だったら前の NPCJ か、こうちゃったら、そこに出てみようかなと思って、出たのが最初です。そうなんですね。今、マークが取りました。俺のお兄ちゃんもマークって呼ばれてるんですよ。あ、そうなんですね。俺がマークって言うとボコボコされるんで。そういうこと。兄貴めっちゃ怖いんですよ。これ地上波で流せないぐらい怖いんです。地上波の兄貴って言ったらもうラオウみたいな感じなんじゃないですか。いや、あの体は、なんだろう、多分フィジークやったら結構いい選手します。あ、もともと家系がマッチョなんだ。ウエスト細くて肩幅があるんですよ。あ、そうなんですか。うん、ただもうね、もう治安が。マジで俺いろんな人見てきますけど、マジで治安悪い。そうなんですか。大体電話かかってくると怒ってるんですよ。どういうこと。でもすごいイケメンですよ。でもってよくわかる。一応リカバリーしますけど電話かかってくるんで。そういう感じのボディービルもそのね、その、うん、気持ちの強さやっぱ出てるから、ね、ここまで体が、うん、まあそうですね。割となんかこう、やっぱ積み上げていくことが好きなのかもしれないです。だからポケモンとか大好きですよ。いや、それ違くない。ポケモンは違うよ。そう。セーブ消えたら終わりじゃん。そう、終わりですよ。あのセーブ消えた時の絶望が半端ないですよ。ね、あのゲームボーイの画面が分かんなくなっちゃうんですよね、なんかね。そう。確かに変に横線入ってる。そう。あーってなりますよ。朝起きたら筋量ないと。あれどこ行っちゃったの。そうですよ。本当ってね。データ消えたよ。カスッとめっちゃ鳴りますよ、これ。ブロ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 。あ、ビルがちぎれるまで。そう。なら分かりますよね。舐めてるのよ、横鼻。俺が舐めすぎてあのハウスダストダメだったんですよ。あれできなったんですよ。あれそんな副作用あったんですか。いや、もういいですよ。何の話したの。いつになったらバルカップの日。そうなんですよ。申し訳ない、申し訳ない。確かにあの、うん、ポパイ責任さんっていうと、うん、めちゃくちゃでかい人ってイメージあるんですけど、うん、こんなでかくなかったと思うんですよね、最初、うん、だから体を大きくした、うん、あの何ですか、秘訣というか、秘訣、さっきね、ちょっとご飯一生食べたみたいな話してましたけど、うん、その辺聞きたいですよね。そう、まあ、もともと、はい、まあ、ちっちゃい時から話すと、まず生まれが 4524g なんですよ。でかいですね、それかなり。最初から半端なかったですね。はい、うん、で、まあ、ご飯食う量もすごい大きくて、まあ、両親がその、まあ、のご飯に関しては本当に何不自由なく、はい、白米いっぱい食わしてくれて、はい、うん、それがまずベースかなと思って、はい、で、うん、ご飯を食べて、高校生の時もあのトレーニング始めるようになってからすごい自主的にカロリーを取るようにして、はい、学食とかでもなんかこう特別に食パンと食パンの間にゆで卵をバンって入れてもらって、へー、食べたりとかして、はい、そういうふうになんかおばちゃんも気遣ってくれたりとか、だからすごいご飯を食うことに関しては努力したつもりはないですけど、一人で食ってきたかなっていうのは、うん、そうですね。この間、まあ、そのご飯食うで言ったら D さんが大会お疲れ様会で、はい、あの焼き肉を送ってくれたんですよ、はい、今までで一番ダントツで食うって言われました。あ、そうなんだ。 D さんですか。そう、今までいろんな人とご飯食ったけど、はい、ダントツで一番食うって言われました。あ、じゃあもうその食べる量っていうのが普通の人とそもそも違って、小林さんにとってはそれが当たり前だった量が、うん、もう周りの人とは全然違うぐらいの。そうです、別に無理して食ってないですし、はい、そこから家帰ってもまた何か食いますし、へー、そうだから、それはそこはやっぱ一個の才能なのかなと思います、うんうん、はい、やっぱで、ホエイが飲めないんですよ、僕。ああ、そう、なんか元気さんの動画で俺ちょっとびっくりした。そうそう、だから今ソイとか、あとまあ今飲んでるのがエッグプロテインとかなんですけど、はい、まあ、だから
ご飯を食べる量があれだけ食えるから、ただそのみんなとの差が出てくるそのホエーのところが埋まったのかなと思う。ニュート2人称みたいな。もうバッチバチ。あ、そうです。もうひどい、でもひどいもんですよ。あ、そうです。本当にひどいです。ひどいもん。ひどい。本当に。乳製品一切もダメ。もうあの大会終わった時に、はい、大好きなんですよ。もともと小学校の時食えたんですよ。はいはい。で中学校高校と上がってくるともう下痢したり、もう体中に湿疹ができたりとか。あ、そんなのでしょ。もう全然やばいです。おかしいなと思って病院で検査してもらったら、はい、そうですよって言われて。それはどういった病院ですか？あ、もう最初皮膚科行ったんですよ。はい。でそれでなんかおかしいねってなって、はい、なんかすごいアレルギー検査みたいな、はい、でそれで最初はまあ猫とハウスダストって言われたんですけど、もうちょっとこれじゃねえ。そうでもうちょっと踏み込んだ検査をしたら、はい、やっぱダメだけど。でもそれで結構飲んだから発症しちゃったってことですか？なんのか。小学校の時はもう牛乳パックいっぱい飲んでました。 あの学校で甘いじゃないですか、はい。みんな、ジョーちゃん、ジョーちゃんって言って俺にくれるんですよ。ジョーちゃんったのかな。でかかったんで、かもしれないです。で、俺も牛乳飲んだら大きくなる。もうちっちゃい時からでかさのおかげだったんで、はい、うん、だからそれで大きくなるって牛乳飲んで、牛乳飲んで。で中学校の時も、あの100均でチューブ売ってるじゃないですか、はいはいはい、あれ牛乳飲む前に、いや、タンパク質っていう知識があったんですよ、はい、牛乳がタンパク質っていうの、はい、だからトイレでチューブをこうやって100回やったら牛乳飲むから、すごい。それを俺も上履きを上履きを横に握ってプロテイン飲んでた。マジですか？同じ発想だ。そうそういうことやってたんですけど、だんだん中3から高1に上げて、だんだんなんかあのおかしいなってなってきて、腹下すし、はい、そうですね。でも結局タンパク質だから補えてればいいわけですよね。僕はそう思いますね、うん。まあ、ホエー飲めるに越したことはないんですけど、はい、僕は食う才能だけはあると思うんで、本当に。だからホエーが飲めないポパイさんでもこんなでかくなるわけですから、うん、全然、はい、あの方法、多分それで自分合わないなと思っている人いるかもしれないけど、まあ、方法はいくらでもあるっていうことですよね。あります。逆にホエーが飲めないからなんか頑張れてるのかなってのもありますよね。そうなるほどね、うんうん、埋めようと。そう。じゃあもともと小学校中学校高校ずっとでかかったんですか？ごつかったですかね。どちらかというとごついタイプでした。うん、力があるとかごついとか腕が太いとかそんなような言われ方はしてたかな。とか今高校入ってから筋トレ始めたら躊躇に出て、ベンチも100キロがすぐ、初回のベンチで100キロ上がりました。すごい。そんな人いないですよね。最初からすごいんだよな、はい、まあまあやっぱりそういう人ってのは。そうですね。今でも覚えてますで、140ぐらい上げたかな、高3の最後に。やばそれは。ちょっと、もちろんケツいてましたよ。そういう、そういうもたいんじゃないしないし。ケツいてる。でも一応、ルール厳しい。そう。でも、ケツ浮くとかそういうのも分かってたんで、なんか、あ、なるほど。そう、いろいろ、分かんないじゃないですか。そう。ケツはって言われるよ。そう。浮いてますみたいな。そう。じゃあ、あと20キロぐらい、じゃあ、あれだな。そう。厳しいやついますよね。おっさんとかでいるんですよ。なんかやたら足上げベンチにこだわるやついるんですよ。腹だけ出てる。そう。足めっちゃ細いんですよ。怒られちゃうのこれ。バレないから誰かに誰のこと言って。いいからなんかちっちゃいですかあれのもん。そう。そっか。そうですね。そう。謎の時間で言います。力が強くて飯を食うっていうことが要はバルクアップの秘訣だよね、今の感じ。そうですね。米ですか？米が、あの白米大好きで。一生食べるんですか？もう15食えちゃいますよ。だから相撲取りもさ、はい、米だもんやっぱ、うん、そうですね。ちゃんこと米、はい、米が本当に好きで、だから本当に米と醤油があれば食えますよ。一人暮らし始めて、最初大阪で一人暮らし始めたんですよ、はいはいはい、22ぐらいかな、はい、で給料なんてやっぱ当時トレーナーって安いじゃないですか、だから手取り16万とかで、はい、家賃が6万とか7万になってくると、はい、もうひもじいじゃないですか、はい、でもご飯に醤油かけて食ってました。そうなんですね。これ両親に言えないですよ。泣くと思うんで。泣きますよ。ちょっと鰹節ぐらいはかけてほしい。一気に変えます。格が一気に変えます。一気に変えるわ。そうです。でも本当にそれぐらい白米大好きで。白米、だから本当にご飯のお供があれば白米いくらでも食えちゃう。キムチ、納豆とかそういうの、おしんことか。それは恵まれたるし、まあ、両親に感謝する、ね。そうですね。なんか取りましたまた。いやでも本当にあのみんな取ったら肉食わなきゃみたいなイメージだけど、まあ、それは二の続きで、うん、とりあえず白米。白米。うん、まあやっぱ、ね、こういうなんだろう、まあプロになったりとかボディービルダーになって一応タンパク質は体重かける
3ぐらいは今取ってますけど、あそんな取られてる、ね、3以上取ってるかな、うん、取ってますね、はい、うん、でもそれでもやっぱそれ以上に100枚、うん、だって竹本君と仕事をし始めた時なんてタンパク質全然取ってなくて、タッパーがねこれぐらいのタッパー売ってるじゃないですか、すごいでっかい、はい、あれに100枚パンパンに詰めるんですよ、はい、でセブンイレブンに250円ぐらいで売ってる焼き鳥の冷凍してます、ああありますね、冷凍はちょっとビリビリ、そうそう、こうやってビリビリってやつ、あれ1個だけなんですよ、それで100枚全部食っちゃうんですよ、やばいねそれ、竹本君は関根さんそれおかしすぎますってどうやってそれ食うんですか、割合がね、そうそうそう、こっちは醤油でね散々やってる、そう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 、そんだけあれば食えちゃうみたいな、そうそうどういう分配で100枚を食うんですかってずっとそれを休憩室でこうと考えながら竹本君が分配とか関係ないそう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 ずっとね、なんだよ、それ以外タンパク質は、まあ、ご飯、うん、ご飯先行でした、うん、そのくらい竹本君はきっちりしてますよ、そうなんですか、すごい、本当に確かにいつもお弁当持ってきて、あの子はね、細かそう、そう、食事もプロ、本当にすごい食い方も綺麗だし、うん、そうなんですか、そうそう、あの食い方汚いのはね、ゴータさん、井上チャトラさんあのこうやってお肉食うじゃないですか、お肉食いながら喋るから網に戻っちゃうと、お肉ひどい、ね、焼肉でこれは大丈夫なのかな大丈夫かな、写真とか出さずに、そう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 、腹筋投げ出してくれ、バレるバレる、バレますよ、あんなすごい人いないですよ、でも郷田さん優しいから、そう、郷田さん優しいから、生粋の優しさ、怒ったとこ見たことないもんね、うん、そう、面白い、郷田さんの話すると面白いです、天然菌ですか、はい、そうそうそう、もう本当に面白いです、あの人、確かに初めて会った時はね、うん、どこにこんなやついたんだってぐらい、そう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 、あの人は、まあ、また郷田さんの話になっちゃうんですけど、はい、あの体はマジ大や本当にね国宝級の才能ですよ、プリンとしてね、あんな体いないっすよ、アマチュアにいていいレベルの体じゃないです、あのプリプリぐらい球体だからすぐ、そうで要はあれがどんどん大きくなっていったら多分どのカテゴリーでも勝てると思うんですよ、なるほどね、すごくないですかあれ、確かにあのなんだっけフレックスウィラーみたいな、ね、そう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 感じの印象ありますよ、だってダブルバイしても腹ボコボコしてるんですよ、はい、で手上げるとのペンってするじゃないですか、手上げてるのにここに残ってるんですよ、玉だからね、そう筋があれ本人にも言ってるんですよ、なんでプロになれないんですかと、それぐらいそれ本人が分かんないんじゃないいや俺も分かんないですよでも本当に本当にあの俺がないものを一番持ってるというか、ミッドセクション、うん、なんだろう、そう一番そうタイプが違うタイプ、ずっとこう裸とか見ると羨ましいなと思ってます、うん、顔もちっちゃいし、ただ食い方汚いんですけど誰にも弱点があるからそう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 これもコメントなんて書かれますよ俺の悪いところ、俺の悪いところバーってどうします、どういうことでいいか、そうですね、うん、はい、まあ、今後ね、はい、あんまり確信には触れられなかったですけど、うん、まあでも申し訳ない動画の趣旨に外れてしまって、いいもうこれがトークですコメントね、はい、コメント力、うん、ちっちゃい焼き鳥と、そうちっちゃい焼き鳥、あれおすすめですあれ PFC やばいですから半端ないですまたポパイさん出ていただいて、いやもうぜひ、もちろんもちろんもちろん、ほんとね、いい男とはポパイのことですか、何言ってるんですか、はい、そういい男、気持ちのいい男ですか、そう本当に、はい、もう世界中の女子聞いてるから世界、そう世界中の女子世界に感心しないと分かったかお前らで本当ね、武将、武将もうイメージとしては最近キングダム見てるから武将にしか見えない、本当ですか、勉強しなきゃな、キングダム全くの無知だから武将です、あれ完結したんですか、まだしてないっていう、 あともうちょっとぐらい、まあ、歴史上ではね、4000年ぐらい前に完結してますから、2000年以上前に完結してますけどねというこういうところがじゃあ本編また、いやいや、ぜひ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 、本編でトレーニング一緒にやるんですよ、はい、とんでもない見応えのあるトレーニング、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、じゃあまたね。